そうですね、本当にみんなの顔を見るのも久々ですごく嬉しかったですし、このチームで今年しっかりまとまってやっていきたいなと思います。すごく選手として、一人の男としてとても浦和時代からすごく尊敬している先輩だったので、そういう選手とまた、まさかここでできるとは思ってなかったのでとても楽しみです。嬉しいですね、はい、ちょいちょい連絡は取り合ってたんですけど、実際決まってとても、はい、嬉しかったです。去年から の継続っていうのを自分の中でそこでさらに進化さすっていうのが今年の目標である中で、心臓君みたいな、収めれるし得点力もある、本当に総合力の高いフォワードがいてくれるだけで、自分自身もやりやすい、チームとしてもやりやすいと思いますし、どんどんやっぱりチームも個人も結果を出していけたらいいなと思います。まずは怪我をしないことですね。一回もう3年前ですかね、3年前のキャンプで一回、大きな怪我をしてしまったので、とりあえず怪我をしない、キャンプは絶対怪我をしないっていうのを、大きな目標に、さらに、自分今真ん中をやらせてもらってるんですけど、そこでの状況判断であったりとか、そこでのプレーの質っていうのをどんどんキャンプ中に上げていきたいなと思います。